こんにちは、ドクターネックスです。さあ今回はピックアップで手に入れたリルカ、準備はいい？まず覚醒から。1360体ゲット。かわいい。季節物なんで石だけで全部解放。はい、じゃあレベル200まで持っていきましょう。こちらです。こちらがレベル200まで強化した機械ソサエティリルカ。所属は人間、キラーはホローキラー。必殺技、必殺技ときめく心のシュートって合ってるんだけどな。魔法と蒸気の力で縦横無尽に跳ねて蹴り、当たった敵全員に絶大ダメージを与え弱体にする。総特性は火ダメ 16% ダウン。リルカとしては初の、スーパーアーマー、そして通常攻撃1つアップ、通常特化型のタイプですね。火ダメなので、まあ、バトル要因になるかとか思うんですけど、ホローキラーなんで敵に刺さらず、まあ、ちょっと微妙っすね。あと一番、現時点で初めてのキャラとなる継承の間限定の、能力でリンク強化薬獲得数プラス5。これもね、後で説明しますけど、これ一度味わうと他やるのなんだかなってなりますね。せっかく用意したんだから、いらないなんて言わせないわよ。毒闇ねリルカ、今回迷い込んだ蒸気と魔法の世界機械ソサエティで仕立て屋をしている少女。長い髪を飾るワイヤー入りリボンがウサギの耳のようでお気に入り。その耳を見ると、まあ、島風かなとかなんだよね。はい、足裏を見せるためのこのアングルなんですけどね、まあ、なかなか、なかなかない構図ですよね。浮いてますね。まあ基本は通常特化でいいと思います。俺ここはこうしてたけど、より火力を出すんであれば通常特化型でやるべきはこっちっすね。僕は継承してないんで、まあ、こんな感じで残月進むと火ダメ 64% な上に通常攻撃が 95% アップという感じになる。自身のリンクであれなのか。ここに自身で 20% アップがありますね。ちょっと使って、準備はいい？クラブさんの放送で出ていた設定資料集のですね、ガチャ前評価でも出したんですけども、衣装、普段のスカートは違い、ショートサロペット。あ、このサロペットっていうのが、なんだ、コメントでいただいたのね、オーバーオールと一緒っていうね。いやー本当にね、全然知りませんでしたね。マイナスネジの飾りボタンがついている。ショートパンツプラスにハイソックスで絶対領域を作っている。
腕を飾り、動きやすい差重視でシュッとしたラインを出しつつ、腰のリボンでボリュームや可愛さアップ。ゴーグルは飛行中に風よけ、たまにつける。巻いた髪をサイドテールにしている。ええよね。羽、飾りなので動いたりしない、可愛いのでつけている。時計付きポシェット、ベルトを通して身につける。時計側の側面にはネジと鍵穴、反対側にはネジ穴と鍵穴あり。懐中時計なのでコードの先の鍵をネジ穴に差し込んで動かす。あ、そのための鍵だったのね、これね。せっかく用意したんだから、いらないなんて言わせないわよ。で、もう一枚ですね。足裏詳細、ブーツ、つま先はウサギの足がモチーフで、ウサギの足先のちょこんとした印象を出すため、足の甲が側面、前面によく見えるようにヒールが高い。全体がシュッとしたラインになりすぎないようにヒールは太めのデザイン。飛ぶと足裏のハート型をスタンプされて模様が残る。攻撃時にすね前のバーが動くギミックあり。よう考えますな、本当にな。さあ実際使ってみましょう。最近はちょうど継承ソロでね、通常特化型なんでちょっとめんどくさいんですけどね。上に上がって下がってくるっていうことなんだ。下がりきっても一応出るんだね。ちょっとね、この4段目が遅い感じなんだよね。他の最近のカードでシュッ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 って出るのがワンテンポ遅い。ちょっともっさりしてる感じがある。今日一もあれだね、うんって感じだね。一瞬溜めて前に跳ねてみたいな。今日にハート型のマークが出てからのまとい。今日さんは画面全体かと思いきや前なんですよね。前に集めてドンっていうタイプですね。最近の画面全体と思って出すとあれ当たんねえってなりますね。さあ実際行ってみましょう。さあさあ、私に勝とうなんて100万年早いわ。まあ正直着積みの場合は相手に弱体をつけるための技っていう。まあ火種キャラならオートでいいのか。
ソロで10、まあ、まあ最低ラインがこの辺になるっていうところですかね。で、実際にリルカ4人で継承の間に行っていました。これは生放送でやったんですけれども、その状態をご覧ください。時間かかるけど、やーべえ、29、30、32、27、31、2回50、110、1、2、3、4、5、平均30で約150、やばくね。これはちょっと時間かかってもそのプラス5の連中だけで揃えてやったらすごいことになるね。というわけで、リルカ4人で継承に行くと、で5枚張りしちゃう、まあ、今後ねそのゲストの方でもそれが可能になるんですけども、それでやると1回で150ぐらい手に入る。1人フル継承にするのが2250、これがいかに簡単かっていうのが分かりますね。ってなると、まあやっぱ継承ならリルカの方が効率いいよねってなっちゃうよね。で、コメントの方でね、生放送のコメントで、強攻撃タイプにこれついたらいいのにっていうコメントがあったんですけど、僕はそうは思わないんですよ。強攻撃でやらにこのリンク強化薬プラスとかついたら、いやそれじゃなくて違うのつけてくれよ、範囲アップつけてくれよとか、ヒトスアップつけてくれよとか、そういったことになると思いますね。強攻撃キャラにこれは特にだな。そのしかもそのやり込んでる人たちはもうリンク強化薬そんな必死に集めてないっていう人もいるから、リンク強化薬のために何かを犠牲するんだったら、いやそれはいらねえよってなりますね。自分の好きなキャラにそれつけられたら、ってちょっとなるかもしれない。まあでもその薬集めは非常に楽ですけどね。今後はそのゲストも札なしじゃなくて5枚、札なしで 1回分か5枚貼って5回分かっていう形で選べるようになるみたいですけど、まあ知った連中でリルカだけで集めてっていうのが一番いいと思いますね。いや今後こういうのが全属性出るんだろうな。いや出なきゃおかしいんだけどさ。いやまあね、準備はいい？賛否分かれるとこなんかな。いや強攻撃キャラ、いやまあもちろんね強攻撃キャラにつけばより快適になるんですよ、継承の間が。あれか、推しキャラじゃなければいいよっていう感じになるのかな。ちょっともったいないけどな。まあ特にあれかな、このリルカの場合だったら継承ソロオートがめちゃめちゃはかどるでしょうね。まあこんなとこですかね。今星5でどうなるかなと思ったけど、覚醒しないとこれがつかないから意味ないか。いや星6星5でプラ10になんねえのかなと、なんないですね。はい、せっかく用意したんだからいらないなんて言わせないわよ。今回はここまでです。まあ持っといた方が
いろいろ便利かなというキャラですね。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。